ドイチェ・トゥーレンバーゲン・マイスターシャフトは、1984年から1995年まで開催されたドイツのツーリングカー選手権。ヨーロッパ各地でのレースが追加され、1996年には国際ツーリングカー選手権へ移行した。2000年から再開されたドイチェ・トゥーレンバーゲン・マスターズ、ドイチェ・トーレンバーゲン・マスターズも略称は DTAM で、日本語表記も、 同じドイツツーリングカー選手権と訳されることが多い。投稿目は区別のため、旧ドイツツーリングカー選手権と表記する。ツーリングカーレースが盛んなドイツでは、1960年代前半から、ヨーロッパツーリングカー選手権の前身となるシリーズが始まっていた。1972年には、グループ 4GT カーとグループに ツーリングカーコンソーによるドイツレーシングカー選手権がスタートし、1977年にはグループ5規定を導入して人気を博した。1980年代に入ると DRM はグループ C プロトタイプ路線とグループ A ツーリングカー路線に2分され、校舎が1984年にドイツプロダクションカー選手権としてスタートした。1986年には ドイツツーリングカー選手権に解消された。競技者はプライベーター主体でフランスで人気を博していたプロダクションカーレースを手本にしたハンディキャップ制度により車種間のパフォーマンスの均衡が図られた。e t c のような排気量によるクラス分けを行わず代償様々な車がスプリントレースで総合優勝を争った。1989年までは ドライバーズランキングを争う選手権であり、1988年以降は1イベント2レース制が定着した。DTM の人気が市販車販売に影響を及ぼすにつれ、ドイツ国内の自動車メーカーの関与が深まり、グループ A 公認取得用のスペシャルモデルが投入される。1986年にはコスアースチューンのエンジンを搭載する。 メルセデスベンツ 190E2.3 から16がプライベーターから参戦。1955年のルマン以降モータースポーツから遠ざかっていたメルセデスベンツが活動を再開する。1987年以降は BMW、欧州フォード、オペルもワークスマシンを投入し、シュニッツァー、AMG、イルムシャーといったメーカー系チームが参戦。b m w m と メルセデスベンツ 190E が互いにエボリューションモデルを投入して熱い戦いを繰り広げる中で1990年に四輪駆動のアウディ V8 クアトロ DTM が参入して2年連続メーカータイトルをさらう。ありがとうございます。